さんは会社を相手取り、特許権が自分にあることと報酬20億円の支払いを求めて、社員の発明は社員のものか会社のもの。全員受賞者だ。要するに平和を守ってくれたら、救助を受かったことですよね。はい、ですから申請の対象は日本国にいる人にあって、それで受理されたという経緯があります。団体はあるんですね。